さんこんにちは。今はもうお店に入ってで、地元のなんかその群馬の有名なものを頼んでみました、うん、何を頼んだかというと遊びにします。でもうあのビール来たのでちょっと早速ちょっと飲んでみました、うん、美味しい。まあ楽しみにしてくださいね。はい、あの豚肉が来ました。あの群馬の豚、うんちょっと言われた ね、うん、なんか上州もち豚肉の炙り焼きらしくてすごくいい匂いしま す、 ですよ、ね、めっちゃ柔らかいと言いましたよ ね、 ね。でもすごくいい匂いするから多分すごく美味しい。いただきます。すごいあの上下も上がってるな、うん、なんかわさびもついてて一応わさびに、うん、まあお好みでつけてあの食べてもいいらしいです。お待たせいたしました。白切り込みでございます。お暑いのでお気をつけて召し上がりください。ちょうど今お切り込みも来ました。あ、お切り込み、お切り込み、お切り込み、うん、群馬 の、 あのふるさと料理なんですけど鍋で、うん、あのベースは味噌と醤油らしい。うん、あとうどんは普通のうどんですよね。普通のうどんじゃないんですよね。そうそうそう、なんか太くて、うん、べっちゃんこまったいらまったいらねあと2個は入ってないです。それも特徴、うん、でもまずは、豚肉から始めたいと思います。美味しいです。めっちゃ美味しいです、うん、なんか柔らかそうだね、うん、なんか名前にも餅が入ってたので、うん、なんか餅なんだろうと思って確かにすごいな、なんかジューシー、ジューシー、うん、わー美味しい、うん、美味しい、カルカルね、フィッシュおー、どうしようか。じゃあ私も食べてみます。なんかジナはあのシャシュークとちょっと比較したね、うん、柔らかいシャシュークなんか、うん、まあなんかそうだねなんか柔らかくて美味しいシャシュークうん本当に柔らかい、うん、うん、なんか分厚いけどあなんか炙りの味もすごくいい、うん、ちょっと塩も感じる、うん、今わさびもつけたね。わさび美味しい辛い辛いけど辛いけど美味しい。私はまだわさびなしで、でもわさびなくてもすごくなんかしょっぱさ、ちょうどいいしょっぱさ感じるね。そうだね、うん、なんかあの豚のステーキみたいな感じ、うん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 、なんかステーキ食べるときになんかたまに塩とかにつけることあるじゃん、うん、それとなんか似てる。ちょっとわさび取ったんですけどリナに少ないと言われて少ないですよずるいでもなんかジナは食べるときにすごく辛そうだったので、わさびは辛いですよね。辛いよね。だからちょっとしかつけてない。でも美味しい。これあのなんていうか生だというかフレッシュ。フレッシュ？うん。新鮮？あ、まあそうですね。そうだよね。うん。スープと全然違う。なんかスープであの生わさびを買うんだけど、うん、味が。ね、ちょっと、うんうんうん、あまり感じない、うん、なんか辛くも感じない。これはすごく美味しい、うん、今日はね、たくさん歩いて結構歩いたね、うん、今、16,000歩そうなの、うん、うん、らしい、うん高崎駅からあのお寺まで歩いたんですね。そう、そこまで5キロくらい、うん、でもそれ以外にもなんか高崎の方とか、うんうん、東京でもちょっと歩いて、まあ多分今日10キロくらい歩いたかな。そうですね、うん、でなんか今そうこんなにね歩いて、まあ、ちょっと疲れてなんかこういうね美味しいもの食べたら、うん、すごい元気が出て、あとビールもね。
は切り込みの版です、うん、で、あのすごくあの面が広くて、広いというか、そうだね、そうですよね、うん、でも普通じゃないですよね、そう、短くて広い、うんうん、いただきます。うん、柔らかい、うん、美味しいね、美味しい、うん、なんか、うん、だし、そう、だしめっちゃ美味しい、美味しいですよ、うん、醤油の味があるね、うん、これどこでも寒い日にいいですよね、美味しい、うん、今日はね、あの、ちょ、昼は暖かかったんですけど、あのちょっと夕方になったらあの風が強くなって少し寒くなりましたね、はい、なのでちょうどいい、うん、うん、私はこの麺が好きです、うん、食べやすい、うん、噛みやすい、なんか普通のうどんと比べると柔らかいですね、うん、あと箸から落ちない、なんかあのいつも私は悩んでるんだけど、うどん食べるときになんかね、太いからよくあの箸から落ちるんですね、で、そしたらスッとかも飛ぶことがあります、うん、だからエプロンが必要です、多分皆さんはもう慣れてるから多分それはないと思うんですけど、私はね、今でにもそれはあります、でもこれはなんか、ま、真っ平らでなんか広くてすごくあの、ま、個人的に箸で掴みやすい、うん、で落ちない。うん、とても美味しい。あと具はね、めちゃくちゃたっぷり、うん、でも肉がなくても、まあうん、お腹いっぱいになるし、うん、すごく健康的で、うんうん、ちょうどいい感じね、すごく。ハニナさんも食べ終わってお店出ました。で、今から東京に帰りたいと思います、うん、もう結構夜になったんですけど、まあ、これから電車でゆっくり2時間くらいですよね、ね、行きます。どうだった？美味しかった？はい、とても美味しかったです。そのあのなんていうか地方のローカル料理なんていうか、うん、ふるさと郷土料理うまいんですね。おっ切り込みもすごく美味しくて、まあ、あの豚肉も美味しかったね、うんうんうん、あと同じあの豚肉と同じようにあの炙りなんか鶏肉もあるらしくて、うん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 、あれもちょっと気になるね。またね、あの高崎に行く後日になります。今度鶏肉食べに行こう。そうです、今日お腹いっぱいね、めっちゃお腹いっぱい、うん、めっちゃ食べた、うん、ね、また今度来ましょう、ね、最初はあの切り込みはあの2つ、うん、なんか1個ずつの頼もうとしてたんだけど、うん、でもなんか結構量が多いらしくて、なんか、うんうんうん、まあ、違う、ね、料理にした方がいいかなと思って結局結構いい感じですね、ね、うん、よかった、すごく、うん、まあ、ということですごく気に入れました、うん、高崎も初めて来たんだけど、うん、すごく良くて楽しそう、いい一日でした、ね、すごくいい一日でした。あのだるまのお寺もすごく良かった、感動しました、うん、あ、そう、その動画見てない方はぜひ見てみてください。はい、じゃあということで今日の動画はここまでになります、うん、最後まで見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。いい一日になりますように。